コーリー・スコット・クルーバーは、アメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。相性は、クルーブス、ハンス・クルーバー、クルボットなど。2007年の MLB ドラフト4巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名を受け、プロ入り。2010年7月31日に、パドレス、 セントルイスカージナルスが絡む三角トレードでクリーブランドインディアンスへ移籍した。2011年9月1日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビューを果たす。2012年は参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズでは21試合に登板して11勝7敗、防御率3.59の高成績を残すも、メジャーでは12試合に登板して2勝5敗。 防御率5.14だった。2013年は途中から先発ローテーションに定着。規定投球回には到達しなかったが、26試合に登板して11勝5敗、防御率3.85の成績を残した。2014年7月19日のデトロイトタイガース戦で10勝目を挙げ、2年連続で2桁勝利を達成した。また、 オールスターゲームのメンバーの最終候補にも挙げられた。9月は6試合に投げて43イニングで防御率2.09、56奪三振などと活躍しピッチャーオブザマンスを初めて獲得した。最終的には18勝でアメリカンリーグ最多勝ちのタイトルを獲得した。9月16日以降の3試合ではそれぞれ14、14、 11奪三振と3試合連続で2桁奪三振を記録した。防御率がリーグ3位、勝率がリーグ9位、奪三振がリーグ2位と投手の中ではリーグ1位の成績を残したことからフェリックス・ヘルナンデスらを抑えてサイヤング賞を初めて受賞した。2015年5月14日のセントルイスカージナルス戦では史上5人目となる。 無支球での18奪三振を記録した。出だしが不調で、5月初旬には、防御率が5.00を超えた時期もあった。しかしその後2試合の当番で、計17.0インニングを投げ、1失点、30奪三振という投球を披露してからは、安定感を取り戻し、防御率3.00台をキープした。高騰しても過剰に恵まれず、9勝止まりで、リーグワーストの十六敗を期した。 防御率は3.49、リーグ3位の245奪三振を記録した。2016年も序盤は低調で、5月終了時点で4勝6敗、防御率4.15だったが、6月以降は立ち直り8月には5連勝を記録。最終的には18勝、防御率3.14、227奪三振と復調した。 ボストン・レッドソックスとのディビジョンシリーズでは、第2戦に先発し、7回無失点で、勝利投手、トロント・ブルージーズとのチャンピオンシップシリーズでは、第1戦と第4戦に先発し、1勝1敗、防御率1.59であった。シカゴ・カブスとのワールドシリーズでは、2011年のクリス・カー・ペンター以来となるシリーズ3度の先発となった。第一戦では六回無失点。 第4戦では6回1失点でどちらも勝利投手となった。このポストシーズン全体では5試合に登板し、防御率0.89と安定していたものの、3勝3敗で迎えた第7戦では4回、0、3を4失点で降板。チームは延長戦で敗れ、ワールドシリーズ優勝を逃した。サイヤング賞の投票では、リック・ポーセロ、ジャスティン・バーランダーに次ぐ3位だった。 2017年も序盤は低調で、4月の防御率は 4.19? に止まり、さらに5月3日の試合で3回後失点と、打ち込まれると試合後に腰の違和感を訴えて10日間の DLD。6月1日のゲームで復帰すると、6月は6試合の先発で1完封を含む4勝0敗、防御率1.26の高成績を上げて、月間最優秀投手賞を受賞した。 また2年連続となるオールスターゲームに選出された。このシーズンは29試合に先発し、18勝4敗、防御率2.25、脱三振265を記録約1ヶ月の離脱をものともせず3年ぶりの最多勝ち、自身初の最優秀防御率の2冠を達成し、5冠と3冠風もリーグ1位だった。チームメイトのカルロス・カラスコも、 最多勝ちであり、アリーグとしては47年ぶり3度目のチームメイト2人による最多勝ちとなった。ポストシーズンでは、ニューヨークヤンキースとのディビジョンシリーズでは2試合に、登板したが、4被弾、9失点と炎上した。オフの11月15日、クリス・セールラを抑えて、自身2度目のサイヤング賞を受賞した。2018年は前年までとは、打って変わって、 開幕から好調を維持し、5月までに8勝2敗、防御率2.02を記録した。6月は3勝2敗、防御率4.08だったが、それ以降も安定した成績で、最終的には33試合先発で、リーグ最多の215イニングを投げ、20勝7敗、防御率2.89、脱三振222と、自身初の20勝を達成した。カルロス・カラスコ。 トレバー・バウアー、マイク・クレビンジャーと一緒に、史上初となる同一シーズン同一球団から4人の200奪三振投手の一員となった。ポストシーズンでは、ヒューストン・アストロズとのディビジョンシリーズ第一戦に、先発したが、3被弾で降板した。サイヤング賞の投票では、ブレイク・スネル、ジャスティン・バーランダーに次ぐ3位だった。 2019年5月1日のマイアミマーリンズ戦で102.2マイルパーアワーの打球が直撃して右腕を骨折。その後のシーズンもリハビリを重ねていたが腹部の圧迫感により中断。シーズン中の復帰は不可能となりわずか7な登板で防御率5.80に終わった。同年オフの10月2日に単年1750万ドルのオプションを行使した。 2019年12月15日に、デライノ・デシールズ・ジュニアとエマヌエル・クラセとのトレードで、テキサス・レンジャーズへ移籍することが発表された。2021年まで2年総額3550万ドルを残していたが、レンジャーズ側が全額引き受けることで合意した。背番号は、インディアンス時代と同じ、28。2020年は1試合の当番に止まった。 オフの10月30日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2021年1月27日にニューヨークヤンキースと1100万ドルの単年契約を結んだ。5月14日にオリオールズ戦で通算1500奪三振を記録した。5月19日のフルスレンジャーズ戦で球団史上1999年以来、 自身初のノーヒットノーランを達成した。5月25日のトロントブルージェイズ戦で3回に失点で降板し、その翌日に負傷者リストに登録された。もともとは平均球速約93マイルパーアワーの速球と平均球速約時速145キロメートルの高速スライダーを中心とした本格派投手だったが、2013年からシンカーを 主体としたシンカーボーラーに転身した。また、高速スライダーと低速スライダーを使い分け、チェンジアップも投げる。今でもフォーシームを投げることがあるが、持ち球の中では最も出番の少ない球種になった。なお、低速スライダーはメディアによってはカーブとして扱われる場合もある。クルーバー本人は変化球の総称であるブレイキングボールと呼んでいる。ありがとうございます。